ね、どうなんでしょうね。本当にイライラしますもんね。いいじゃないですか。もう今の顔を、顔を神谷さんに見せてあげたい。本当にイライラしますもんね。そんな顔してました。すごい顔。すいません。やめてください。ね、あ、すみません、CD なので、ね、顔で表現した、ね。でもそれがあるからこそ、セリフが変えるじゃないですか。あ、そうだね。本当にイラつくからこそ僕も怒れるし。ああ、そう、そうかもしれないですよね。でもね、実際、小野さんは神谷さんとは、実際は仲良しというか、仲はどうなの？僕は仲いいと思ってます。なんだって。小野さん、いい人。でもさ、なんかさ、そういう取材とか受けるじゃない、結構受けるその確率が高いじゃない、一緒にね。そうですよね。いざやと静岡とかなる、うん、なって、はい、お互いのことどう思いますかって質問があったとするじゃないですか、はい、大体僕が結構いつもお世話になってますと、すごい面倒見が良くて、ですごく理知的で全部拾ってくれるし、お、うん、なんかこうああ見えて、でも優しさベースじゃないですか、根底に優しさがある、うん、愛情がある、そうだ、本当にすごい人ですって言うとするじゃないですか、はい、で返しの、はい、神谷さんの答えが、はい、小野くんのことはですね、何とも思ってないです以上みたいなのがあるんです。最高でしょ、しびれるよね、でもその何とも思ってないですにもきっと愛情があるんですよ、ね、いや優しさ言うの何とも思ってないですよ、ね、きっと、うん、と思わないとやってらんないでしょ、ね、なるほど、よくあります、そういうことが、はい、仲良しってことですよね。いや絶対仲良しだと思いますよ、だからこそ言えるんだと思いますしね、そう思いたいということにしておこう。